甘いから下の方に溜まってるベトナムコーヒーじゃないんだ嬉しそう。さあお見合いっていうタイプの席替えが一番楽しいって言ってた。僕男子校なんですよ。タイマン史上最も相性悪いは愛先生だと思って大平さん、お願いします。お願いします。おはよう。おはようございます。おしゃれ。恐れ入ります。久々だもんな。いや、結構空きましたよね。久々見たもうエモいに入りますから。これはエモいに入る。甘いから下の方に溜まってるんだけど。どういうことですか。違います。沈殿してるわけじゃないですベトナムコーヒーじゃないんだ嬉しそう。ベトナムコーヒーだ。タンマルクカフェかとか。え、大さん嬉しい。これこれ久々ね。本当に久々マジで、桜田とは会ってんだけど。なぜだ何で会ってるんですか。いや俺音楽も好きだからさ。あ、そっか。確かになんか見たことあるわ。その一緒に行きましたみたいな写真。そうそうそう、はい、呼んでもらってイベントも、うん、あ、そっかそっか、確かに、うん、丸腰くせえぞ。そんなことないよ大さん。そんなことないよ。え、でその一回こう、うん、久々のアイドリングね、 森本をさ、うん、味わいたいから。めでるねありがたいですよ本当に。ちゃんとあの人のこと言えねえけど、何、相方ともちゃんといっぱい仕事しろよ本当人のこと言えないよとんでもなくでかいイベント相方呼んでないでしょあなた。いえ、呼びたいんだけど2年前ぐらいかな、あのマネージャーがね変わったタイミングで決起集会みたいな感じでご飯食べに行きましょう。ああ、いいじゃないですか。将来こういうことしてからコロコロこういうことして、うん、賞レースも頑張ってみたいなこと言って、熱くね、2時間ぐらいずっと最下黙ってるから、うん、じゃあお前もなんか言えよって言ったら、なんかあいつが振り絞って、うん、俺頑張れないって言ったから頑張れない宣言したの。頑張れない宣言したから一回俺頑張ろうと思ってあ、そうだったんだ、うん、最高だろ本当に。いや最高っすよ。じゃあコンビ仲良好なんですね。そう、やっぱもう対局だから、うん、ね、確かにね、ネクラの童貞と、うん、まあ、34歳の時に捨てれたんだけど、ね、でも3ヶ月ぐらいで別れちゃった、うん、あ、そんな短かったんですね。そう、はい、連絡が取れなくなったっつって、え、あの大人で初めて、うん、自然消滅あ、でもこれちょっと吉本の鎖国がちょっと裏目に出ちゃってるかもしれない、うん、え、どういうこと。今カナメストーンの山口さんがつい先日、うん、大人で初めて自然消滅したんですやっぱりマジ交流がないから、どっちも大人で初めてって言っちゃってんのよ。やばいね。そう、これ対決させない。対決しない。どっちが本当の自然消滅なのか対決ライブ打たないと。打たないと。そうよ。ちょっとどっか出島みたいなところを借りて借りてね。佐伯さんはそれでちょっと悲しそうに言ってるってことですよね。結構悲しい。自然消滅した、うん、それまた違いますね。山口さんは自然消滅はいいぞってなぜかおすすめしてんの。なんで生きちゃってるんだよ。おすすめすることねえだろ自然消滅。芸人なんだから一応コミュニケーション取れなくて別れるって致命的だぞそんなこと起きてんだ。いや起きてますよ。タイさんが主催するライブとか出たいもそのダイジェストとかも、うん、基本全部見てます。マジ。どういう感じでやってるんだろうっていうので。ああ嬉しい。そうそうそう、今回サンシャインの坂田さんが不発だったんだとかそういうのちゃんと全部赤裸々に出すでしょあなた。いや、こうサンシャインの坂田がね、本当にね、知らない人に伝えたいんですけどね、伝えて。僕の同期で一番仲いいでしょ。一番仲、一緒にもう6年ぐらいシェアハウスもしてて、うん、でも俺がね、うん、NSC 入るときに最初の授業でネタ見せしてくださいっつって、うん、もうサンシャインはもう福岡でやってて、そっか、でそのままネタやってめちゃくちゃ面白くて、うん、うわもういるじゃん、もう俺の一番になっちゃった。その最初の挫折ですよね。そう、言ったらね、同期で一番早くねキングオブコントも準決勝行って、行ってましたよ。3年目よ、なんとか一矢報わないとと思って、うん、こう一生懸命今までやってきたんだけど、うん、それが14年か、はい、経って、はい、今企画ライブやったんですけど、うんうん、ずっと滑ってたもうさ、あんまないじゃんそのぐらいの歴になったら。そう、それで全部滑るって相当よ、相当ピュアよあいつって雨に打たれた時が一番面白いなんて素敵な表現なの
や、わかりますよ。この前ライブ一緒だった時に企画コーナーでこれはサンシャイン坂田さん有利ですよ、うん、この問題はって言ったら、うん、坂田さんがえってことはドライフラワーってことって、その有利とドライフラワーの有利でかけるそれでもちろん滑ったんですよ。ちょっとジジイになってきてるんで、あの人だってドライフライバーからの有利もちょっと前じゃない。そうです、ちょっと前だしっていうやっぱりおじさんのコンボなんですよね最近はね。最高、うん、はあ、じゃあやるか。もうえ本編始まんの。本編ってなんだ、今までが序章だったのいやでもアイドリングって言ってたじゃん自分で。あのクイズを今日作ったのよ。え、まあ、どういうのかって言ったらね、はい、これ写真がさあ裏に貼ってあってさ、こうある形に切り抜いてるのよ。でここに俺の茶坊主を貼ったら、茶坊主、うん、はい、何になるかっていう。はあ、まあ、例えばこれだったら何だと思う、はい、って。えこれ黒猫じゃないんですか。あでこれ、これをね、うこう座ってる黒猫、こうしてこう猫になるっていう猫ではあるんだ。猫でっていうの。こういう時全然猫じゃないじゃないの。いやこれ例題だから。あ例題ね。うん、あごめんなさいごめんなさい。これお子様用だから。先走ってしまいました。申し訳ない。うん、じゃあこれだな。うわいきなり難しいな。あビート版？でっぱりがビート。あ使ってた使ってた。これはね。使ってた使ってた。ビート版使ってたよねっていう。あビート版に対するコメントもいただけるんだ。もちろん。ありがとうございます。これはね。はい、これたわしなんだ。よく汚れ取れそう。あすごい、うん、質感も寄せてくれてんだ。うん、もちろんもちろん。どこで見つけたこの画像。いいだろう俺。単品のブラシ。絵のついてるバージョンね。これだな。次は。何これ。これなんだろうな。これなんだろう。あ子供向け営業等になってます。うん、なんだろうこれ。わかるよっていうの。ごめんなさい。いる？この時佐伯さんは何してんの？佐伯さんはこうやって、うん、あの子が手挙げたよ。そんな野鳥の会みたいなことしてんの？なんだろう。うわー、柔軟な発想が欲しいわ。凝り固まってる。おじさんになっちゃったんじゃない？おじさんになっちゃってる。うわ、坂田って呼ぼうかな。うわ、それだけやめて。相方の信清さん、プチ情報。うんうん、今。白井球審のアンチやってます。どれだろうこれ。これなんだっけな。どこで挟み込んでんだよ。切れてるけど、あいつ終わってるっちゃマジで。学園。なんなんじゃりえんちゃ。白井球審で。白井球審。これは、はい、レッサーパンダ。わかるか。レッサーパンダのヒゲです。おい難しくなってきてるぞ。いい写真ほんで。うわ当てれないね。いい写真見つけてくるわあなた。これはあかんじゃねえか。もう何？そうそうそう。なんかね、大きいのと中くらいのとちっちゃいのがあるね。キッズ向け動画にしてるなんだろう。どうしよっかな。さっきのレッサーパンダのここじゃないけど、うん、例えばなんかでかい動物の模様、はい、あ一部のね一部の模様、はいはい、なのかな。何の動物だろう。じゃあトラにしようかな。じゃあトラにする。うん、あトラかな。みんな応援してどうかな、うん、これ、うん、なんだろうね。どうだろうか。何の動物かな。なんだろう。これ化粧筆でしょ、ね、動物ですらなかったね。わかんないよね化粧筆なんて言われても。わかるか。化粧筆じゃん。化粧筆が大人の男だったらさ、うん、お前童貞か。いや昔の佐伯じゃねえよ。童貞の代名詞昔の佐伯なの。昔って言えば別に誰でも童貞だし。みんな昔は童貞だった。昔の佐伯か。勘弁してくれよ。佐伯と坂田のハイブリッドになっちゃった。勘弁して。最悪の配合じゃん。最悪マジで当たんねえな。サンシャインの信清さん、白井球審に向けてそのソフトバンクのサイトで、うん、ご意見はこちらっていうので、3通送ったことあるそうです。なんかこう熱いのよね。熱い本当に野球熱いのよサンシャインの信清
さ、はい、暑いからさちょっと情報くださいよ、無限大の楽屋にね、うん、いっぱい衣装を用意してくれてる、はいはい、動画でもこう、もうパンパンになっちゃう、うん、1年間ぐらい使ってたらそっかで、でも汚いっちゃ掃除するっちゃっつって、もう綺麗にしたいって思いで掃除するっちゃっつって掃除して綺麗になったっちゃっつって、そいつドイツの10万使った衣装を捨てちゃった確認しろよそれは。で刺身が信雄さんあれ捨てちゃったんですかみたいな。やばいやばい。いやあとそヒールの結構男でも履けるサイズの靴も捨てちゃいましたっつって、あそれっつって自分の小道具の箱、うん、これっつってあいつパクってた窃盗もするっちゃ窃盗人に文句も言いつつ窃盗もするっちゃ欲しいもんは取るっちゃ取るっちゃ取るのが安上がりっちゃもうじゃあもうラストにする。なんでして本当に。もういいってノブ。正解したいわ一個ぐらい。これが一番簡単だよ。じゃあもう裏日本にしか見えないですよね。本当に。出るわけねえだろ。俺一番やべえやつじゃねえか。裏日本でしたじゃねえんだよ。一番裏日本っぽい思想してそうだけどさ。なんだろうな。丸でしょ。うん、丸でちょっとヒントください。ああもうすぐ見れるかな。夏のシーズンになったら見れるもの。営業の時に子供に見せたら全員正解して何も受けないっていうパターンの。子供は一瞬で正解するのこれ。一瞬で正解する。もうああもう分からん分からん、もう正解全くもって分からん。正解発表ね、うん、正解はひまわりでした。くそくそ夏だしな。ダメだこれもう不得意だ僕。悔しい。もうちょっと若い頃を思い出すか。どういうことですか。若い頃にお世話になった人に会ったら若い頃の気持ちを思い出すと思って、はい、ちょっと時間かかるかもしれないけど。若い頃お世話になった人、なってる人、うん、でも別に共通ではそんないないと思うけどな。森本お前えお前何やってんの。森本おはようございます。久しぶりじゃん。久しぶりでしたっけ。いつもお前先生のこと忘れたのかよ。先生、生徒を愛する愛する愛する、はい、愛する3つで学め愛です。はじめましてです。何時代の先生ですか。高校時代決まって。お前は本当にお前は言いそうだけど高校時代インターナショナルスクールなんですよ。忘れ忘れちゃった。言ってたじゃんいつも先生に。忘れたのいつも言ってたの。ちょっと忘れちゃいました、ね、はい、プールの授業でゴムのダイヤモンドの形したやつをプールにバーンって投げて潜って取るゲーム、すっごい楽しいって言ってた。あれうちの学校ではなかったですよ。インターナショナルスクールでない遊びなんですよあれ。悲しい。いっぱい言ってたのに。すみません、なんて言ってました僕。クラスで席替えする際に、うん、1回女子が入って男子廊下で待ってて、うん、はいはい、女子が席を決めて、うん、で今度は女子が1回出て、うん、で男子が1回中入って席を決めて、うん、さあお見合いっていうタイプの席替えが一番楽しいって言ってた。すみません、はい、先生僕男子校なんですよ。じゃなくて。ごめんなさい、僕基本的な学校あるある通用しないんですよ。愛先生が通じない人間なんですよ、うん、じゃああれ言ってなかったか。なんて裁縫セットを男って全員竜を選ぶよなって言ってた。裁縫の授業もないんですよ僕、家庭科ないんですよインターナショナルスクール。嘘だよ。タイマン史上最も相性悪いわ愛先生と僕。こういうのやりたいなとかなかったのか、うん、こういうのやりたい。学校内での恋愛みたいなのは憧れましたね。他校と言ってたってことかそれ。あ、他校ね、あの姉妹校の女子校があったんで、うん、そこと交流はありましたよ。一番いいじゃん。それが一番いいじゃん。待ってごめんなさい、どのポジション今思ってたやつじゃないのか。一番幸せじゃんそれ。楽しいじゃん。愛先生はそういう学生時代は恋愛されてたんですか。そりゃお前は本当にお前はもう先生何聞いてんだよ。肩パン級の威力あるぞこの人。
先生さ、高校時代さ、高野菜とかの MC やってた。え、そうなんです。愛先生、そうやってさ、あの人面白いっつって、男の子が購買でさ、30円のヤングドーナツある、はいはいはい、あれを私に来てくれって、ヤングドーナツを差し入れとして、うんうん、すぐ好きになっちゃったちょろ愛先生ちょろ嬉しくてさ。え、その愛先生はそうかもしれないですけど、タイ、うん、先生はどんな恋愛してたんですか、学生。知り合いのタイ先生、はい、タイ先生は、うん、1年生の時にね、うん、わーわー騒いでたんだ、やっぱな、その友達騒いで、あ、もう休み時間のチャイム鳴ったっつって、うん、じゃあ帰るわっていうことしたら、掃除のロッカーに入ってさ、うん、途中で出てこいよって言って40分ぐらい隠れてた。そんなにでさ、耐えたね。40分で友達が今だって言うからさとっくに今は過ぎてるだろう、今だっていうか、バーって出たの。そしたらもう先生含め生徒が、イヤーって言って、そりゃそうだよ。その中で一人だけ女の子が爆笑したの。え、その子が彼女になります。すげえちょっと待って、聞きたい部分はしょりすぎる照れちゃってごっそり間抜けちゃってるんですよ。恥ずかしい。はい先生、ごめんね、あいつ恥ずかしい。恥ずかしい。あいついつもあそこだけはしょって喋んな、先生に。あ、それはなんか素敵な話っすね。すごい。それもトントン拍子だったんですか。トントン拍子に付き合った2週間で振られた。え、早っ。悲しくて悲しくてさ。いや、それは切ないよ。で、携帯でもあるの、ジョン・レノンのラブを流してた。お、それを彼女の専用のね、音にしてた。懐かしい。できたろ、そういうの。やってたな。やってたろ、森本も。僕はね、光る色を変えてました、うんうん、やってたね。僕が好きな人から来るメールだけ、うん、ピンクに光ってました。やってたね。やってたね。やってた。やってたんだよ。普通の人は青とかなんだ。そうそうそう、青にしてた。好きな人は赤。赤の。で、一番好きな人は7色。7色。もう家でずっと悲しくて、そのジョン・レノンのラブを携帯で流して寝てた。悲しかったあれ。うん。いや、大佐もそういうのを経てるんだ。こんなんだよ。ごめんなさい、誰でしたっけ、あなた。マナメアイです。ごめんなさい。アイアイアイ。マナメアイ。知らない人すぎて、やっぱり。何言ってんだよ、お前。悲しいよ。すいません。今何やられてるんですか。今も先生ですか。そうだよ。いや、もうやんちゃなんじゃないですか。今逆なんだよ、もう。逆？ヤンキーみたいにないから。いないんだ。昔は結構、もう、武闘派のことをちょっと。そうだよ。タコが攻めてきたりする。それで、ってやってたんだよ。そんなヤンキーみたいな感じなんですか。そうだよ。いや、バーってやるだろ。そんな猫パンチで撃退できるもんなんですか。猫パンチだった？猫パンチはこうでしょ。もっとボクサーのつもりでやってたよ。いや、全然ですよ。ちょっとやってみてください。猫がすぎる猫がすぎる猫がすぎる、ブー猫がすぎるって愛先生、いっぱい突っ込んで嬉しかったけど、うん、一番の本当ハイライトは、うん、信清もうみんなに持って帰っちゃう、これお土産にして持って帰る、ぜひぜひ持って帰ってください、うん、ありがとうな、ね、ありがとうございます。ちょっと大さんにもね、ちょっとよろしく言ったよろしく言ってください。ありがとう、ね、途中でどっか行っちゃったんで、はい、すいません